こんにちは。朝早うから出てきてから今までなっとった地域と待ち歌見よります。まあ最後の力を振り絞っていろいろ頑張ってみるわけなんですけれども、私どもは今紹介がありました、一番その日本で呼びづらい思想、そうです、思想千種町は高松からやってまいりまして、思想をゆっとまつりの PR ということで頑張っております。このおじいがやりますけれども、ちょっとお許しください。今年は8月の26日土曜日、思想市千種町高松の高松東小学校において思想ギュッと祭りを開催いたします。今日はそのご案内に出てまいりました。チラシも配ってくれると思いますんで、よくご覧いただきました。夏は涼しい、本当に涼しい高松へどうでも来てください。お待ちしております。今からそれじゃ頑張ります。乾杯。お手を拝借。Yeah, yeah, 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 y
ありがとうございました。平均年齢70歳、私も私ありがたいことに米寿を迎えました。足が立ちませんけども、皆さんに最後までご覧いただきました。どうせ若い衆に助けられて、こんな年寄りでもまあまあ高野助は役に立てて戻ります。なんとか8月の26日には忘れんように高野助ギフト祭りに出てください。お願いします。最高のおもてなしを考えまして、なんとか皆さんをお迎えしたいと思っております。どうぞよろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。会場、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。